ご視聴ありがとうございます。ファルトラです。はい、またね、新しいねフィギュアがね届きました。今回初代ゴジラです。よいしょ。ご紹介するのはプレミアムワンダイ限定販売怪獣万が一ゴジラ1954ポスターカラーバージョンです。今回購入しましたこのゴジラはですね、ソフビのフィギュアになります。発売がですね2019年の10月頃だったんですね。今回はね、もうこれ中古で買いました。かなりね綺麗な状態だと思います。もうねプレミア価格になってますけど、まあ比較的ですね良心的な価格で手に入れました。定価よりも1000円ほどちょっと上乗せされたぐらいですね。で今回購入できました。はい、それではですねパッケージからちょっと見ていきましょう。このパッケージがですね当時ねすごくね話題になったんですよね。何が話題になったかというとですね、この放射熱線ですね。はい、これがちょっと話題になりました。その前にですね、ちょっとね回転させてみます。はい、横はねゴジラのね絵の続きになってます。はい、で先にね反対側ね、こっちもね絵のね続きになってますね。はい、サイドはねこんな感じになってまして、はい、こう後ろですね、はい、こんな感じですよ。ここにですね飯塚貞夫さんのねサインが入ってるんです。この飯塚貞夫さんという方はですね、当時ねこの初代ゴジラのですね放射熱線をはじめとする光学合成をね担当されてた方でですね、なんと今回ですね筆で手書きでですねこの放射熱線をね描いてくださったようなんですよね。いやいいっすねサイン。はい、それではね開封してみたいと思います。よし、こうか、ここだね。おー、出てきました。え、こんな風にね止められてます。丁寧にね、紐でちゃんと結ばれてました。おー。まだ新品じゃん、これ。まだね、タグもね、はい、ついたままになってますね。もうほぼ新品と一緒ですね、これ。いやー、すごー。はい、ちょっと、じゃあ見てみましょう。サイズの比較です。ムービーモンスターシリーズシンゴジラと比べるとこんな感じです。アートスプリッツゴジラ2019バーニングバージョンと比べるとこんな感じです。 SH モンスターアーツ初代ゴジラと比べるとこんな感じです。今回ですねこの初代ゴジラのねソフビをね私ね一体も持ってなかったんですよね。でムービーモンスターシリーズでね初代ゴジラが発売されてますので、ちょっと買おうかなって検討してたんですけど、
ムービーモンスターシリーズではちょっと満足できないかもしれないっていうね、ちょっと懸念がありまして、いろいろねネットで探してたらこれ見つけちゃったんですよね。まさにこれ買いそびれてました。はい、この初代ゴジラはですね、ポスターカラーバージョンということでですね、公開当時のポスターカラーをですね、関係者の証言をもとに再現したというね。ですからね、ちょっとね茶色っぽいんですよね、色がね。このね SH モンスターアーツのねゴジラを横に並べるとわかりますね。こちらの方がねモノクロバージョンですのでね、ほぼ真っ黒なんですけどね、ちょっとね茶色みがかった色が、なかなかこれがね新鮮でいいですよね。細かく見ていきましょうね。いや、もうこの全体のシルエットがね、もう初代ゴジラそのものですよね。かっこいい、かっこいい。はい、このですねゴジラのね彩色につきましてはですね、当時のねポスターカラーのイメージをね再現しているということなんですが、このねプレミアムバンダイの公式のねホームページを見てますとね、このゴジラの紹介がされてるんですがね、この飯島氏のねコメントというところでですね、当時のねゴジラスーツはこんな感じのね濃い茶色だったっていう風にねコメントされてるんですよね。はい、ということはですよ、これが当時のですねゴジラスーツに近い色だということなんですね。はい、単にねポスターカラーというね楽しみ方と別にですね、当時の本当の、まあ、ゴジラのねスーツはこんな色をしてたんだということでね、その点もねこのゴジラをね購入したいっていうね決定づけた一つの理由なんですよね。このゴジラのですね質感も非常にいいですね。はい、かなり私好印象です。背びれもかっこいい。いや、こういう感じですよ。特にですねこのゴジラについては稼働する箇所はないですね。ここ稼働するのかな、これは稼働しないですね。で、尻尾のねこの部分ですね、ここにつなぎ目があるんですけど、ここもね回りません。いや、かっこいいな。このね顎の下のこのねシワ感というかねたるみ感、こういうのが本当にねいいんですよね。この胸のねところのたるみとかちゃんとしっかり作り込まれてますよね。かっこいいなぁ。いや、これは、いや、いい、いい、かっこいい。おお、おお、いいですね。はい、なかなか細かい造形ですよね。背びれのところがこんな感じですよね。うわー、いいなー。おお、そしてこの顔ですよ。やっぱこの初代ゴジラはね左右のね目がこう非対称な方がねほんとそれらしくていいですよね。耳もねしっかりありますよね。あー、いいなー。はい、このね手の爪もねしっかりと綺麗にね塗装されてますよね。おお、いや、かっこいい。いや、かっこいいですね。パッケージに描かれたですね飯塚貞夫氏の熱線放射、それにね重なるように
ゴジラのフィギュア置いてみました。どうですか、かっこいいですよね。ちょうど背びれもね光って見えてますし、口から熱線をね吐いてる感じに映ってますよね。はい、ゴジラのね左下には飯塚氏のサインがねちゃんと入ってます。いや、いいですね。またいい買い物しました。いいゴジラです。ということでですね、今回はですね、怪獣番外地ゴジラ1954ポスターカラーバージョンプレミアムバンダイ限定販売ソフビフィギュアでした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今回はこの辺で、バイバイ。